今回は鹿島支線です。鹿島などと北浦に面する南北に細長い市となっておりまして、茨城県の東端あたりに位置するエリアでして、神、まあ、上須市と並んで鹿島の都市圏を形成しているエリアです。 国道51号線と124号線を要する交通の要衝でもありまして、124号線あたりは、えー、ロードサイド施設が多く立ち並んでいるエリア。えー、鹿島神宮から東側の、えー、海岸像にかけては、えー、多く住宅街が発展している地域です。ただ、えー、やはり、えー、鹿島神宮という駅名も、えー、ありますように、鹿島神宮が、まあ、鹿島市の、まあ、中心観光施設、えー、となっております。 上津市との境の日本製鉄の工業、えー、工場も大きく発展しております。海岸沿いの埋め立て地あたりはですね、衛生センターなんかも、えー、栽培漁業センターなんかも、えー、あるという形です。詳、え、細、ー、浜那須公園とかですね、えー、鹿島サッカースタジアム、えー、とかですね、 観光地の名前を駅名にしていたりとかするエリアでして、住宅街も多いですけども観光名所でもあるエリアとなっております。北浦の面するエリアは県道18号線が通っているエリアで、国道51号線は太平洋鹿島灘に面する南北に続く国道となっております。鹿島臨海鉄道が鹿島神宮から通っておりまして、鉾田や水戸方面。 えー、行きますが、えー、水戸までの所要時間はかなり、えー、要する駅でして、えー、水戸などにはかなり、えー、時間がかかるエリアでもあります。えー、南部にあります、上ミのエリアは、まあ、完全な平地という地形になっているんですが、えー、カから、 えーまあ鹿島の南部にかけての地域は、まあ平坦な、えー、地域になっておりますけれども、えー、鹿島の北部に関しては少し丘陵地も見られる、えー、エリアでして、えー、ゴルフ場なんかも多くあったり、農園なんか、農園や霊園なんかも、えー、ある、えー、地域となっております。ということで、鹿島市紹介していきます。茨城県の南東部にする、えー、市して人口6万5千人、密度620人、 え、となっておりまして、鹿島神宮の門前町として古くから知られている。えー、さらには、神栖市との間に、えー、またがる重要港湾、鹿島港を中心とした鹿島臨海工業地帯が形成されておりまして、鉄工業や化学工業などメーカーが集まる工業都市ともなっています。日本製鉄の企業城化町と形容されることもあります。さらに、J リーグの鹿島アントラーズのホームスタジアム、えー、などがありまして、関東有数のサッカーの町としても知られているという形です。 で、95年に大野村を編入して市政を施行した自治体、えーまあ、元、鹿島町だったんですけどね、えー、大野村と合併し95年に市となっております、えー。佐賀県にも鹿島市っていうのがありまして、証拠を避けるために鹿島神宮の、えー、鹿島の島の漢字を使っているという形ですね。えー、山辺ですね。山辺の漢字を使っている。 東京から1 1 0トル北東に位置する地域でして、えー、太平洋、えー、鹿島灘田田、西側に北浦を、えー、に面する南北に細長い市となっている。えー、鹿島大地の一部でして、えー、北部はちょっと丘陵部、えー、標高差4 0ルほどあるんですけれども、南部は臨海工業地域で平坦となっております。 えー、もともと1954年に鹿島町が、えー、新たに新設合併して発足した後に、えー、1970年に、えー、鹿島線、JR 鹿島線ですね、えー、が開業しています。えー、鹿島神宮から香取間。1985年に鹿島臨海鉄道の大洗鹿島線が開業しております。で、えー、93年に、えー、鹿島サッカースタジアムが竣工。 しているという形ですねワールドカップなどもこの、えー、鹿島サッカースタジアムにて開催されていたり、えー、しました経済面では、えー、鹿島などで様々な海産物が取れるほかタコやヒラメなどが有名、えー、農業も不盛んでしてキャベツやメロンさつまいも大根人参ごぼうなど、えー、さらに南部を中心に鹿島港を中心とした鹿島臨海工業地一帯が創設されて以降工業地帯としても 工業都市としても発展。日本製鉄の企業上下持ちとなっていまして、風力発電や火力発電所が紙寿司とともに、えーえー、置かれていたりします。えー、日本製鉄や日鉄交換、えー、地方電気工業、日鉄電スなど、えー、多くの工業市内に工業が、工場があるという形ですね。さらに、えー、ショッピングセンター、チェリオ、サンポート、鹿島、えー、など、 ロードサイドして、店舗が多くなることも特徴ですね。国道124号沿い、鹿島市役所前通りにある地域を中心に広がっております。駅前にはね、それほど何もないんですけれども、ロードサイドの施設があるです、あるということですね。高校は県立鹿島高校、鹿島灘田田高校、市立鹿島学園高校、精神学園高校があります。 鹿島サッカーミュージアムや、えー、ホールとしても鹿島勤労文化会館、えー、中央図書館などもあります。交通名は鹿島神宮駅を中心とし、JR 鹿島線、大洗鹿島線の駅も、えー、臨時駅を含めまして6駅、えー、あってかなり、えー、充実しております。市内に高速道路はありません。えー、一般国道、国道51号、124号にさ、えー、そのあたりは、えー、保管されているという形です。 えー、高速バスも充実し、東京駅から鹿島神宮駅などの、えー、高速バスが運行。え潮、ー、彩浜那須公園やサテライト潮彩鹿島、えー、鹿島城山公園などの観光名所もあります。地図を紹介していきます。もともとは、えー、鹿島町として、鹿島神社を中心に発展。え国、ー、土なども開通してないところは、えは、ー、この北裏の付近、えー、の部分だったりだとか、 そこに発展していたりとか、えー、発展していたりとか、カシマに近い地域を中心に、えー、各町があったという形ですね。で、えー、この辺りの神宮橋、えー、が開通したことから、え今、ー、イ、ま、タ、あ、などの方面へのアクセスもできるようになり、えー、昭和後期頃には、この辺の住宅街が、えそして、そして、えー 神須にかけての工業地帯が、えー、発展していったという形ですね。ただ、長らくは大野村と神、鹿島、えー、町として、い、えー、行ったという形ですね。そして、えー、この辺りから、まあ、臨海鉄道なども開通し、えー、国土いの発展も含め、えー 北浦や鹿島などの中心付近の発展。さらにはサッカースタジアムができ、えー、そして国道沿いにはロードサイド施設、そして住宅街が南部を中心に発展という形で、えー、市に、えー、なったというわけですね。で、神栖にかけての、えー、工業地帯は大きくなっていったという形ですね。それでは現在の地図です。鹿島神宮を中心とし、 まあ大きくですね、えー、そこの部分だけは、えー、まあ領域を取り、えー、と、伴っておりまして、市役所通りなんかからは、えー、住宅街もですね、発展している。なん、しましの南部を中心に発展していると。で、ここで124号線沿いには、ロードサイ施設も多くあるという形になります。で、そこから、えー、まあ鹿島灘にかけて、えー、漁業センターなんかもあったりだとか、 で、まあ、中部あたりには浜ナス公園があったりだとか、えー、する形ですね。えー、南部は日本製鉄があったりだとか、という形ですね。まあ、企業城下町としての発展もあるという形です。このあたりはかなり大きめな、えー、工業工場に鉄ステンレスだとか、まあ、火力発電所だとか、えー、大きく取り売っております。 ミ市にかけてですねはいで国道も発展し124号51号、えー、この辺りを中心に南部を中心に発展という形ですで鹿島神宮の少し北にはサッカースタジアム、えー、がありまして北側には浜那須公園、えー、ゴルフ場なんかも大きくありまして 北浦大橋なんかではがたにつながっていたり、神宮橋では板湖につながっているという形です。で西武橋のが県道18号、えー、鹿島臨海鉄道付近は県道242号、えー、の鹿島灘付近は国道51号線が走るという、まあ、旧大野村にか,かけてですね北部は鹿島大野、えー、の辺りです。 鹿島台駅なんかもありまして、この辺りも発展しています。まあ、北部の、えー、宅地ですね。まあ、北部の方が閑散とはしています。ということで鹿島市、紹介しました。